この空城城太郎はいわゆる不良のレッテルを貼られている。喧嘩の相手を必要以上にぶちのめし、未だ病院から出てこれねえやつもいる。威張るだけで脳なしなんだ。気合を入れてやった教師はもう二度と学校へ来ねえ。料金以下のまずい飯を食わせるレストランには代金を払わねえなんてのはしょっちゅうよ。だがこんな俺にも吐き気のする悪はわかる。悪とはてめえ自身のためだけに弱者を利用し踏みつける奴のことだ。ましてや女を。貴様がやったのはそれだ。ああ、おめえのスタンドは被害者自身にも法律にも見えねえしわからねえ。だから俺が裁く。正真正銘の史上最低な男だぜ。てめえのつけば金では払えねえぜ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。総員突撃。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。エレンなくして人類がこの地上に生息できる将来など永遠に訪れない。エレンを奪い返し即帰還するぞ。心臓を捧げよう。あれって進め。エルミン団長進め。エレンはすぐそこだ。進め。よせ、後悔をするな。後悔の記憶は次の決断を鈍らせる。そして決断を他人に委ねようとするだろう。そうなればあとは死ぬだけだ。結果など誰にもわからないのだ。一つの決断は次の決断のための材料にして初めて意味を持つ。壁外調査は続ける。リヴァイ、お前も来るんだ。進め。第57回壁外調査を開始する。前進せよ。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ。兵士を叫べ。兵士を戦え。俺たち無敵の T 細胞。恐るものなど何もない。俺たち無敵の T 細胞。俺もっと早く走れ、野呂場ども。並べ、次は地獄の筋トレと実践訓練だ。クズ様、うらうら、もっと大声出せ。それでも T 細胞か、てめえら。イエスだ。効率ってのを考えてないよね。こっちも仕事なんでね。あんたの指令に合わせてきちっと攻撃できるように鍛えなきゃならんのですよ。いざって時、ヘナチョコの戦闘員しかいないと困るのはそっちじゃないっすか。だからやり方を考えてって言ってんの。こんな投げ飛ばしたりしないで。
相変わらず不器用だね。何言ってんだよ。訓練で大事なのはハートを鍛えることだろうが、要領よくやって根性座るかよ。とっとっと、そんじゃこの死体は俺が預からせてもらうぜ。細胞のトラブル処理は俺たちの仕事。お前らは細菌殺すのがメインだもんな。何様のつもり。手が滑っちゃった、ごめんね。おっと悪いな、手が滑った。風邪ひくといけねえから、お嬢ちゃんは帰っておとなしくしてな。あっと手が滑った。悪いな、足が滑った。ごめんなさいね、肘が滑っちゃった。滑らせすぎだろ、暴力してんのかてめえ。あんたに言われたくない。手も禁止だからインターハイに行って青校に男子新体操部ありってところを見せてやらなきゃなんねえんだろ。そのためにも部員は絶対6人必要なんだ。うっそうだけどさ。改めて自己紹介から。3年キャプテンの七ヶ浜正宗だ。何年もかかるとは。でも間に合った。監督は俺たちとの約束を果たしてくれました。男子新体操部を、俺たちの居場所を作ってくれるっていう。今度は俺たちが約束を果たす番です。必ず監督をインターハイに連れて行きます。楽しみにしているよ。ぬるー、またお前か。俺の神さんに手出すな。ヘリン、聞いてんのか、オンドラ。俺はエビスコフクの神器、名は黒、木は黒、呼び名が大黒だ。神さんって？俺の神様、神さんってことだね。うん。お、茶柱が立った。ただのゴミだよ。おかしいか、俺は気に入ってんだが。お前らそいつと目合わすな。それ以上は危険だ。なぜならそいつはそんな極悪な面して子供に興味がある。誤解を招く言い方してもらえ。ちっちゃい子見ると視界から消えるまでうっとり眺めるくらい子供大好きなの。今一気に大丈夫な人じゃなくなったぞ。どうだ、ヤトンとこは。だよな、待遇悪いもんな、あそこ。俺転職したい。いいんじゃね。ここはダメ。ここは俺一人で十分だ。ですよね。親分、申し訳ございません。命だけは助けてください。指一本二本で済むもんじゃないってことくらい分かってるな。申し訳ありません。何でもしますんで許してください。一生下っ端でいいです。指十本全部くれますんで、命だけは。何でもやると言ったな。はい、もちろんです。命かけて何でもやります。アイドルやれよ。はい、すみません。親分、ちょっと意味が。退位って性転換手術と全身整形してアイドルになるんだよ。しかしみんな退位行け。明日っすか。三条の部屋に監禁され、15時間ずつアイドルの映像を見せられながら洗脳教育を受けた。洗脳教育が終わってからは声の改造のため山奥に閉じ込められ、毎日滝の中で歌の特訓、寝る時間を削って滝ダンス。そうやって俺たちは完璧なアイドルになった。人気なんか取れないわけがない。最後まで頭に言えなかったこと、すみません。あの時誤って実弾を入れちゃったのは自分です。というかこのほのぼのか、こんな感覚初めてだな。憧れてた男の世界に入ったはいいものの、今までと何ら変わりのない寒く冷え込んだ毎日。気がつけば俺の人生には真の家族も親友も笑いもなく、温かさというものがなかった。温かい。まあ今じゃ帰らぬ人になったけど。じゃあなら死んでねえっつうの。泣くな泣くな。本当にダメ人間ですよね。
どうしようもないクズなんですよ。男に生まれてこの拳でできることがただ人を傷つけることばかり。俺の人生はいつも誰かと傷つけ合うだけなんです。俺なんか生きる価値なんてあるっすかね。その拳で誰かを優しく包む日が来るって。ヤーさんのくせにそんなことで泣くなよ。親父ありがとう。ここじゃ誰も傷つけなくていいんだよ。女でこんなしょうもないことやってるけど、生まれて初めて温かさを感じられる。めっちゃいい仕事思いついたぞ。びっくりした。普通に入れよ。でもこの人生少しはいいこともあるかも。少しだけ。おお、帰ったか、ひないち。喜べ、お前の要望が通ったぞ。え？あの後、本部長に話したら、ひないちがそれほど重視する吸血鬼なら捨ておけないとのことでな。お前を吸血鬼ドラルク調査監視任務につけることになった。引き続きよろしく頼むぞ。早速、今日の調査の報告をしてもらえるか。あ、これ、触手のこと。うん、できるよ、触手。おはよう、ロック、サンノー、ゲットー。朝からテンション高い。見た目が十始末か。じゃあ見た目が変わったらもう十始末じゃない。へへん、お粗末です。ふん、空松だぜ。どうも、チョロ松です。トド松です。いやいや、僕だよね、十始末だよね。するハッスル、マッスルマッスル、これが十始末。知事お願いします。知事お願いします。いや、あなたが知事です。知事。ええ、知事。違います。知事。ええ、知事。ボボボボボ、マイク触っちゃダメです。知事、知事。あー、銭湯行くよ。そんなバカな。僕の銘柄が粉飾決算ストップ安で。嘘だ、すぐ行く。俺たちお互いのこと何にも知らないね。待って、タビア待って。やばい、チョロ松兄さんが間違った方向に行っちゃう。ズバリ指摘して止めないと。でもそれを今のチョロ松兄さんにすると、おそらくチョロ松兄さんは死ぬ。だから言えない。どう伝えれば。グッドラック、ナイスジャーニー。ありがとう。背中を押すな。カラマツって優しいよね。毒でしかない。くだらない世の中だね。ヘンネル。いい加減にしろ。自分なさすぎ、周りに振り回されすぎ。大変そうとか面倒そうとか、そりゃそうでしょ。それじゃ続くわけないよ。だって自分で決めてない。やりたいことなんか見つかるか、バカ。早く前に進め、バカ。おそ松兄さん。うん、余計なことしてんじゃねえの。ぶっ殺すぞ。わはは、言われちゃった。待ってくれたんだ。面白いって、大好きだって。でももう会えないって。ゴー。あはー。ねえねえ、さっきあの人見ちゃった。若くてハンサムでイケメンで俳優の男の人。ねえねえ、おそこん、今日来るのってどんな子たち。会社の後輩。へえ、年下なんだ。相変わらず朝はコーヒーだけ、チョロ。1万人斬りの王子様、スイートプリンス松の十始末。海は僕を素直にさせてくれる。どうやったの。メリークリスマス。じゃなくてどうやったのか。手に触りました。触ってないです。触ったでしょ。まあこう言われてるんで、名前だけでもおっしゃってください。あ、だから私は名前。さあ、サネマツです。どうございます。おはようございます。おはようございます。お、行かない。みんなで1週間くらいパーッと。うん、そんなの無理でしょ。行きたい。行きたくてもお金ないし、そんな時間も。十始末。はあ、全員で海だ、海。早く準備しよう。うん、でももう大丈夫。今はすっごく楽しいもん。
みんながいるし、辛いことなんてないし、ずっとずっとこんな時間が続けばいいな。モス、小野大輔です。モス、十四松です。ボーエ、アイアイアイ、ボーエ。あそこは一緒だ。オフランキー、ナビゲーターの東上明です。アシスタントの小野大輔です。今日は犬じゃないんですね。うん、今頃どのあたりを歩いているんでしょうね、白石くんは。うわー、富士山きれい。まあいいや。じゃバイニー。バイニー。ちっちゃいんだね。ラブファンタジー。うん、お日様の香り。ジャスティンラブ。まあ俺様のファーストキスに免じて勘弁してくれや。イラン情報でとどめを刺すな。少し溶けてしまったな。処分しておかないとな。おう、見られた。お前映ったのか、ケビオ。負けんなよ。粘土、恐ろしいやつだ。情けねえな。粘土いたのか。金玉ついてんのか。おう、ついてるよ。え、どうだかね。いや、そうじゃなくて金玉についてるよ。粘土。あばよ。おう相棒、海行こうぜ。おう、いや、そこの道をなんとなく歩いてたら佐伯って出てっから、ここじゃねえかと思ってよ。佐伯、何やってるの。オフ、テテラさん。何してるの、みんなして。あ、いや、こいつがうまいラーメン屋に連れてくって言うもんで。そうっす、それを食い、食べに。普段はどうしようもないアホ顔で、お言ってる粘土が。意外っすね、テラさんがラーメンなんて。誰なんだ君は。あ、着きました、あのラーメン屋です。顔やめろ。いいのか。僕のプレゼントだけどな。しゃあ、今年は2個だぜ。え、2個って？プレゼントもらったことないんだろ。おう、サンタからな。でも母ちゃんがくれっから。毎年俺っちが寝てる夜中に枕元にプレゼント置いてくれんだよ。直接渡せばいいのに、なんでだろうな。いいお母さんだな。だがお前の果汁は私の力になった。このコーラ男爵のな。粘土じゃないか。お、コーラ男爵じゃないか。俺っちコーラ男爵大好きなんだよ。ほら、このヒゲはコーラ男爵意識してんだぜ。ヒゲだけ？そっか、それでこうなってんだな。ほら、大丈夫だぞ、坊主。ほら、怖くない。コーラ漬けにされる。やれやれ、子供にとっては刺激の強い顔面だったな。お、よく見えねえけど、ガキどうなった。その、ものすごく失礼なんですが、息子さんとよく似てらっしゃるので。それはそれで失礼だな。私とあれが似てるって。ちょっと冗談はやめてよ。ほんと冗談はやめてほしい。これは父親に言おう。私には全然似てないわ。ほんとそっくりになっちゃってね。えリッキー。あら、リッキー髪伸びた。それマザーの方な。なんだこいつら、激似じゃねえか。面白いか。お前が言うな。くー、これ食ってもいいのか。おう、何でも好きに食え。め、これめ、これめ、これ。しかし見かけによらず賢いな、貴様は。お、そうか。俺様の下につくという正しい選択をしたんだからな。あ、おめえの下やだよ。やあ君たち、今日はいい天気だね。服を貸してくれてありがとう、アラジン。俺の名はシン。バルバットへ向かう途中で泥棒に身ぐるみやられてね。生き物がたくさんいたよ。いいね。未知なる土地や知識に出会うあの高揚感、道を切り開くことで生まれる自信、経験、仲間たちとの命がけの絆、冒険はいい。まさに男のロマンだよ。でもここなら安全だよ。俺がいつも使う国一番の高級ホテル、宿代は俺が出そう。好きなだけここに泊まっていくといい。うわ、ありがとうおじさん、お金持ちなんだね。なんだその怪しいやつね。え、俺のどこが怪しいって言うんだ。どう見ても怪しいだろうが。アラジン、君もマギなのか。もう、おじさん、他にもマギを知ってるのかい。ああ、おじさんって一体何者なの。俺はシンドバッドだ。うん、え、あれ、知らないの、シンドバッドの冒険とか。ほら、うん、幾重にも旅と航海を重ね、世界の七つの海を冒険し、七つのダンジョンを攻略して自らの国を打ち立てた男、七人の陣の主、七回の覇王、それがシンドバッド。俺の毛には指一本触れさせな。少子、無駄毛ぼうぼうで見苦しいのです。おい、無駄毛って言うな。可愛くオシャンティーに切りません。
イメチェンして某マスコットみたいな人気者になるチャンスだぜ。あのお猫様みたいに。本当に？おしゃれに可愛くしてくれる？うん。何も言わないでよ。はい。僕、好きなペンギンさんがいるんだ。すいません、抹茶パフェください。それで？僕、好きなペンギンさんが。すいません、やっぱりイチゴパフェにしてくれますか？ちょっと、聞く気ある？まあ、名倉さんのモノマネでしょ。食べてるだけなのに。ほら、僕を木の上に乗せて。僕、ラマですけど。まあ、慣れですよ、慣れ。なんか上から目線。僕もスマホですし。え、そうなの？はい。ラマさん、そういう君こそ上手に操作できるの？もちろんですよ。あ、ボノボノ？月だらけじゃ。それやのに強い。どういうことぜよ。へえ、あのラッコがね。よっしゃ、日の出とともに勝負じゃ。しびれるぜよ。確かに。ほんと、ボノボノ先生にはかなわねえにゃ。え、負けたのは僕だよね。まあまあ、先生は気にしねえで。よっしゃ、今度また改めてわしと勝負せ。ほんと？うん、いいよ。うっせえな、そういうお前はもう先生に勝ったんだから、もう勝負しなくてもいいだろうが。旅に出る。あ？強いっちゅうのは何なんか、じっくと考え直してみるつもりじゃ。俺も旅に出るかな。ついてきなよ。行かねえよ。クズやな。クズって言うな。俺も。それは森の森人、森を守護し存続させるために存在する。森を巡回し、植物、動物、すべての生きとし生けるものを観察し、食物連鎖には関与せず、ただ自然の摂理を管理し続ける。それは私を父と呼んだ。案内感謝する。ここにいたのか、ソマリ。お父さん。勝手に姿を消すべきではないと伝えたはずだが。あのね、蝶々に逃げられたんだけど、ウサギが出てきて追いかけっこして、旅の途中ではぐれるのは問題だ。私の目の届く範囲から離れるというものは、興味関心を抱く者の前ではじっとしていられない傾向があるようだな。お父さん。なんだ。さっきはどうしてソマリのいるとこが分かったんだ？行動を観察した。観察？ソマリが私のそばを離れるのは、魅了される事象を見つけた時に限られる。感情は理解不能だ。しかし観察や分析は可能。人間の子供相手は初めてゆえ、少々時間は要したがな。ほう。しかしその度に迷子になられては問題だ。以降勝手にそばを離れることは禁止する。ん？つかめ。え？町の住人を観察して発見したのだが、手を握り合う行為は単独行動を防ぐのに有効だ。いいの？うん。握るのは片手だけだ。じゃあこう？うん。なんだそのガキどもは。食い物くれてやる余裕なんざねえぞ。待て。えこっちに来い。クロさん、なんで？きっとあっちにご飯が。上を見ろ。あ、何あの黒いの。大きくてなんだか怖い。あの鋭いくちばしやかぎ爪には俺もトラも歯が立たなかった。
いいか、命はなくしたら終わりだ。大事にしろ。よし、行ったな。もうあそこには近づくなよ。クロさん、助けてくれてありがとう。別に。主人の言う通りでございます。私はあくまで執事ですから。お遊びは後ほどといたしましょう。ああ、そうだな、セバスチャン。ここまで存分に堪能させてやれ。ファントムハイブ流のもてなしをな。イエス、マイロード。シルバーは鏡のように一点の曇りもなく、テーブルクロスにはシミ一つない新品を。坊ちゃんのお気に入りの白バラは傷んだ花を摘み美しく。おもてなしの要であるディナーは選び抜いた食材を贅沢に使用して下ごしらえ。これぞ一流ファントムハイブのおもてなし。おねだりの仕方は教えたでしょう。命令だ、僕を助けろ。音色で操っているというわけですか。ならば鉄と鋼じゃ曲がる、はあ、曲がる曲がる、鉄と鋼じゃ曲がる。 My fair lady、 なんてしなやかな体、そして柔らかな手。ああ、猫はいい。まさかまた。これでも執事です。いえ、あの方は人間です。もっと美味しいとこ見せなさい。残念です、ここから先は有料です。改めまして、理事長の秘書の西川と申します。それではご案内いたします。はい。龍一様、小太郎様、お車はお出しできませんのでどうぞ。冗談です。西川さん、おばあさんにはお孫さんがいるんですか。いえ、亡くなられた息子さん夫婦にお子さんはいらっしゃいませんでしたので、理事長にご家族はもうおりません。それじゃあベビーシッターっていうのは。こちらです。あなたにお任せするのはこの学園で働いている教職員の子供たちです。え、働く女性教職員のためにこの施設を作ったものの、予算が追いつかず人手不足でした。ならば学園の生徒に手伝いをしてもらおうと、ベビーシッター部なるものを立ち上げようとなさっていたのが理事長のご子息夫婦なのです。ですが残念ながら生徒が集まらず実現には至らなかったのですが、とんだ貧乏くじで申し訳ございません。あ、いえ、俺そのベビーシッター部の部員第1号として精一杯頑張らせてもらいます。俺たちを呼んでくださったことも感謝してるとおばあさんに伝えてください。すみません、あまりにけなげなお姿にうっかり感動いたしました。私はこれで失礼しますが、説明は以上でよろしいでしょうか。はい。検討をお祈りいたします。真っ先に敵に囚われた幹部殿より適任では。腐ってもあのギルドを欺いた男、対策が必要でしょう。私に考えが。君が捕らえたネズミ、君に任せる。恐悦の至り。では。ムカつく。この店でしか会わねえ、携帯の番号も知らねえだ。おい、静雄。最初に言っておく。何が本当の。俺は暴力が嫌いだ。パリくせえ街中が匂いやがる。何の匂いだ。ああ、うぜえ。近くで一緒だった折原伊佐屋、まあ、見た瞬間から気に入らなかった。いうかかなり嫌なやつ。ひどいな、シンガー。いやいや、悪い意味じゃなくって。気に入らぬ。え、
残念。君となら楽しめると思うんだけどな。うるせえ。そんなこと言わないでさ、静岡君。つうか、なんで無傷なわけ？殺す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 。次の日からうぜえ日々が始まった。次へとわけのわかんない連中が喧嘩を打ってきた。俺は何もしてない。ただ静かに暮らしてだけなのによ。いざそうか、くせえくせえと思ったらお前の何をしている。この町で今度は何をするつもりだ。くそいざや。音のない柔和な笑顔は、それは誤解だよ、茜ちゃん。伊沢谷君は俺のことを勘違いしてるんだよ。俺は殺し屋じゃない。本当に？ああ、本当さ。伊沢谷君とは友達なんだけど、ちょっと喧嘩しちゃったんだ。今から仲直りしてくれよ。いかにも。私はヴァンパイアのミハイ。犬神探偵事務所に情報通信技術を提供している。カバネ。はい。今日より貴様を私の給仕係に任命しよう。常に私のそばに待機し、ペットボトルの蓋を開けたり閉めたりするのが仕事だ。光栄であろう。しかし任命されたから。やれやれ。何なのだ貴様らは。これでは私のギルドライフに支障が出る。だからもうカバネを。こうしよう。腕相撲勝負で決めるのだ。貴様らが勝てばカバネは自由にしてやろう。何度挑戦してもいいぞ。なぜだ。お前が受けたからだよ。やるのはあの小僧どもだ。私はそれを見て楽しむことしかしたくない。いやだからってこれは下手すれば死人が。この私からゲームを奪ったのだ。それくらいでなければ割に合わぬな。はあ？策はある。私の部屋に来い。本当かよ。そうか。この子ぞ何かトラウマを抱えているな。冷静で慎重などというのはそれを隠すための虚勢だったわけだ。これは遊びがいがあるぞ。簡単な任務っていうの嘘だったの？ひどい。僕たち死んじゃいそうだったんだよ。もっと言ってやれ。待て待て、おかしい。褒められるならまだしも、責められるのは納得がいかない。考えてもみろ。犬神の庇護のもと容易な任務ばかりこなしていて、貴様らに成長はあるのか。私のおかげで一皮むけたと考えるべきだ。私のことも褒めてよいのだぞ。まあまあ悪くない暇つぶしであったぞ。まったく、お前が関わるとろくなことにならんよ。本当にそう思った時はいつでも殺すがいい。ヴァンパイアの殺し方は知っているだろう。この私にまだ生きろというなら、それなりの楽しみを用意してもらわねば困る。あの小僧どもなかなか気に入った。また知恵を貸してやっても構わんぞ。こんにちは。いつぞやの約束を果たそうと思いまして、帰りを待たせてもらいました。俺がどこに行ってたのか知ってるみたいな話し方だな。少しばかりお時間をいただいてもよろしいでしょうか。鈴宮絡みで。鈴宮さん絡みで。鈴宮さんのイライラが限界に達するとあの巨人が出てくるようです。ああやって周りをぶち壊すことでストレスを発散させているんでしょう。現実世界で暴れさせるわけにもいかないから、こうして閉鎖空間を生み出し、その内部のみで破壊行動をする。なかなか異性的じゃないですか。物理的には自分の重さで立つこともできないはずなんですがね。いかなる理屈もあれには通用しません。たとえ軍隊を動員してもあれを止めることは不可能でしょう。じゃああれは暴れっぱなしなのか。見てください、僕の闘志ですよ。僕と同じように鈴宮さんに力を与えられた巨人を狩るものです。さて僕も参加しなければ。料理上がったぞ。
はい、八卓様、行ってきます。おい、五卓のハンバーグ定食もう出していいのか。ごめんなさい、これを持っていくときに確認してくるわ。今日はなんか忙しいな。そうね、最近ちょっと人手が足りない日があるから。京子さんが新しいバイトを入れるって言ってたわ。新しいバイトか。佐藤君は新しいバイト、男と女どっちがいい？仕事するやつならどっちでも。そう、まあ僕もどっちでもいいけど、面白い子が入ってほしいよね。どうでもいいからさっさと次の料理仕上げろよ。はいはい。あと17秒で定食のフライ上がるからね。お父さん、そいつが今日から入った新人か。うん、そうだよ。高梨颯太です、よろしくお願いします。俺は佐藤淳、よろしく。この人も店長と同じでちょっと怖そうな人だな。佐藤さん、今手空いてますか。なんだ、いつものか。高くて届かないのでお願いします。はいよ。重くて持てないのでお願いします。はいはい。どう？分かった？高梨くん。分かったか、高梨くん。自分でやります。これ落としませんでしたか？ん？あ、助かった。あんたが拾ってくれなかったら気づかずなくすところだったぜ。よかった。うちの生徒と揉め事でも起こしたら張り倒しますよ。そのマッチ棒みたいな腕で。無理無理、俺は強いぞ。俺だって負けてませんから。安心しろ、本当に探してるだけだ。もっとも見つかったとしても今さら。ん？俺はアホか、何やってんだ。あ、もしかして幼馴染って女子ですか？あ、悪いか。いえ。これドッジボールやりたかったけど。ああ、このままじゃ引き下がれないな。ガキどもも俺を頼っている。今こそ威厳を見せる時だ。おい少年たち、ナンカッチ白そうめん。白そうめん。俺たちは大人だから暴力は使わん。だがこれ以上お前らがここにのさばるなら俺は電話をしなくてはいけない。ナンカッチ、どけ電話す気か。ポリスだ。なんで警察に出てくったカッチ。お前らが子供をいじめてるって匿名で電話してやる。報道されたら恥ずかしいぞ、親も困るだろうな。転落人生だ。見たか、これが大人の戦略だ。うわ、死ぬかと思った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 。一番大事。何が一番大事？また聞かれた。何が一番大事か。まんま小学生の課題だな。言うと思った。あれと同じように書こうと思っても書けないんだよ。夜に包丁ガン見しても街灯が明るくて不安な気持ちになれないんだ。書けない、書けない、書けない。だからってここまで違うもんか。俺ってさ、思っていた以上に環境に左右されるタイプなんだよ。今まで何度も書店に出品してきたんだろう。どうにかしろよ。語り言うなよ。自分でどうにかできるならお前なんか呼ぶかよ。お前なんかって唯一の親友に向かって。まあ、しかし今は書に集中だ。斬新な書体でアーティスティックなこのもん。このもんじゃない。書くぞ書くぞ、このもんに。このもんじゃない。このもん印書店は来月。このもん印書店じゃない。このもん、このもん、このもん、このもん。船に一応書くなんてなかなかできないし、いい経験になりました。白い紙を汚してると思えば気楽なことも分かったし、本当俺なんかに任せてくれてありがとうございました。こちらこそ。おけん、どうぞお先に。お前の言う俺の綺麗な字は親父に言われるままに書いた行儀のいい字だ。俺は怒られてもいいから、俺の半田清舟でなければ書けない字を書きたい。何が正解かわからないけど、お前の言葉に焦らされて東京に戻るのはなんか違う気がする。俺は変わりたいんだよ、ここで。
お前ら危ねえだろ、降りてこい。よーい。もうしばらく先に行って待ってろ。風に乗ってすぐに追いつくから。なんだ、カウジか。ああ、親父がこの島に来させた理由なんとなく分かったよ。ん？この島で。ああ、どうにかやっていけそうだ。